今の何だろう。さあな、追いかけてみて。あの変な敵だよ。怪我しないよう気ぃつけろ。ありがとうね。まだ海は見えない。また来たぞ。まだやんのか。平気、任せて。気ぃつけろ。ありがとう。ありがとうね、優しいお嬢さんたち。それに可愛いおもちちゃんも。当然のことをしたまでだよ。お礼はバーニスに言ってあげて。でも本当に大丈夫か？いいお年なんだし、エーテリアスに絡まれるのはきつそうだぜ。大丈夫だよパイパー、このおばあちゃんすっごく格尺としてるよ。むしろ君よりずっと元気そう。嬉しいことを言ってくれるね。もっと言っておくれ。私が90歳になった時もおばあちゃんみたいに元気でいられるといいな。私はまだ90歳じゃないよ、バーニス。それがお嬢さんの名前だね。おかげさまで助かったよ。何かお礼を。そうだ、感謝のお手紙を書こうかね。お勤め先はどこなんだい？こっちとら郊外の走り屋だぜ。いいことしたお礼に感謝状なんて、そんなのロックじゃないって。そうなのかい？ならお金の方がいいのかね。お金ならたくさんあるけど、
そんなものじゃ私の感謝の気持ちは表しきれないね。結論を急ぎなさんなってね。バーニス、おい、あんたからもなんか言ってくれ。うん、お金なんて全然いらないから。おばあちゃんを助けた時はお礼のことなんて考えてなかったし、これからも健康に気をつけて90歳までは元気でいてね。90を超えても元気でいたいけれどね。でもあんたは本当にいいお嬢さんだ。せめてこれをあんたにあげるよ。幸運をもたらす素晴らしいもんだからね。これって宝くじ？以前宝くじ売り場を通りかかった時にたまたま買ったんだ。番号は親切な店員さんが選んでくれたんだよ。買った時手のひらが熱くなるのを感じてとてもいい感じがしたんだ。長く生きてたらあれがただの熱なんかじゃないってわかるのさ。あれはきっと幸せの前触れに違いないよ。この1枚で少なくとも200万は当たるんじゃないかね。わあ、200万。普通サイズのプールを貸し切ってニトロフューエルでいっぱいにして、それでバイバーに泳ぎ方を教えてもらえるね。私も泳げないんだけど、さてはもう舞い上がってんな。プロ騎士、きっと今同じこと考えてるだろう。宝くじが原因でバーニスのテンションが上がってしまっていることかい？その通り。何事も楽に構えてるのがバーニスの可愛いとこなんだぜ。私、あいつのそういうとこ大好きだからさ、がっかりしてるのは見たくないんだ。現実ってのは嫌なもんだろう。いっつも人をその気にさせてからがっかりさせるんだ。めんどいけど現実の厳しさってやつを教えてあげないとな。あ、おかえり。ねね、私が今何考えてたか当ててみて。3、2、1、正解は250万の大金をどうやって山分けするかでした。10分離れてただけなのに、なんで50万も増えてるんで。うわー、私の株もそうだったらいいのにな。あんまりハッピーじゃなさそうだね、パイパー。いつも他のトラックドライバーさんたちと宝くじのことで盛り上がってるじゃん。私たちが好きなのは宝くじで当たる賞金であって、この小さな紙っぺらに金を払うことそのものじゃないんだぜ。いいか、バーニス、宝くじを買うってのは科学でもありロマンでもある。でも結局のとこ、その内訳は 95% の科学と 5% の社会の闇なんだぜ。わかるか？全然わかんない。だよな、闇深すぎて私も詳しく説明できないけど、適当に買った1枚、それも店員が選んだ番号が一等賞なんてありえないんだぜ。コッパみたいな賞ならまだしもな。まだ抽選も始まってないんだよ。ありえないって言うにはまだ早すぎるんじゃない？相手のマッチポイントだけどまだ負けてないなんてのはスポーツ漫画の中だけだって。スーパーミラクルで逆転勝ちなんて現実にはない。博打打ちの間じゃ常識だぜ。ちょっとその宝くじ見せて。期限はまだ切れてないみたいだ。抽選は今夜のはずだぜ。テレビでやるんだよね。ならちゃんとライブで見ないとだね。プロ騎士、ちょっと相談なんだけど、この宝くじまあ当たらないと思うんだ。バーニスを一人でがっかりさせたくないだろう。だからさ、
バーニス、六分街のビデオ屋に行って一緒に抽選番組を見ようぜ。私たちもそばにいるからさ。なんだって？本当に当たってしまったのか。しかも300万の特等。300万デニーだって。おお、すっごくいい数字。だって私たち3人で分けたらちょうど1人100万だもんね。待ちなよバーニス。賞金を山分けってあれ本気で言ってたのか？うん、だってあのおばあちゃんは私たち3人に感謝してたでしょ。だったら賞金は3人で分けるべきだよ。バーニス。あ、どうしたの？いや、なんでもない。バーニスは本当にいい子だな。バーニス、ありがとう。正直に言うと、この臨時収入は本当に助かるよ。お、なんだか急に褒められてるよ。別に誰でもこうすると思うんだけどな。もしこの宝くじをもらったのが2人のどっちかでも同じことしたでしょ。いや、どうかな。プロ騎士はともかく、私の心はもうトラックのマフラーみたいに汚れちゃってるし、バーニスの心は今でもヘッドライトみたいに輝いてるんだな。トラックで一番セクシーなとこはヘッドライトじゃなくてエンジンだもん。いつになったら私の心はエンジンみたいにゴーゴーうなってくれるのかな。若さが眩しい。まあそんなことはともかく、さっきの番組によると賞金の支払いはもうしばらく後みたいだぜ。じゃあ私とパイパーは帰ろっか。プロキシちゃん、今日は招待してくれてありがとね。賞金を受け取る日にまた連絡するよ。安心して、大事な宝くじなんだから肌身離さず身につけて絶対なくさないから。あっ、縁起でもないこと言ってくれるなよ。念のため、
こいつは私が預かるか。長くプロ騎士をやっているけど、叫ぶだけの人探しは初めてだ。ここで当選もされたのかも。パイパーは近くにいるんだよ。何すか？私はここだぜ。やっぱりここにいた。よくもパイパーを。ぜい、暴ける。やれるもんならって感じ。アイアンタスクに手を出さなければ相手しなかったんだけどね。ドイツも郊外で必死に生きてる周りの奴らだぜ。ニトロヒューウェルで乾杯。回したみたいですね。
ないっすか。相手はカリュドーンの子のバーニスとパイパーっすよ。俺らが勝てる相手じゃないですって。だが本当の男ってのはできないと分かっていることに挑むもんだろ。あの宝くじがいるのは元妻に養育費を払うためだけじゃない。重要なのは俺たちの島を守ることなんだ。すごい、子供の養育費すら人の宝くじ頼みなのに、まだ自分たちの縄張りなんて気にしてるんだ。お父さんは本物のヒーローだね。お子さんも誇りに思ってくれるよ。うん、ああ、バーニスに悪気はないんだぜ。この子いつもこうだから。本当に娘にとっていい父親じゃないのは理解している。それでも郊外で育った俺の魂はこの荒野を深く愛しているんだ。元妻の言葉は愛しちゃいたが、一番はこの荒野で。俺は命をかけてこの島を守る。たとえ億万長者のガソリン狂いがこの土地全体を買い占めて燃料の実験場にしようとも、命がけで抗うぞ。私よりもガソリンに狂ってる人がいるの？お願い紹介して。あいつが言ってるのは多分あんたのことだぜ。え、私？私はそんなことしないよ。郊外の土地なんて誰から買えるかも知らないし、賞金だって300万ポッチなんだから、僕なんてとても。300万ポッチ？ああ、300万もありゃあの女に耳を揃えて養育費を払えんのに。兄貴、養育費の話は置いといて、さっきのは噂の中でもめちゃくちゃ誇張されてるやつなんで大丈夫っす。な計画聞いたこともないんで。でもそう言われたら、真っ赤に燃えてる郊外ってかっこいいかも。どうどう、バーニス、やっと誤解が解けそうなんだぜ。みんな腹を空かせてるってのに無駄足だったみたいだな。本当はこの宝くじで何もかも挽回するつもりだったが、すきっ腹のまま帰るしかないか。大丈夫っすよ兄貴、金が奪えなかったからなんだって言うんすか。兄弟たちの低血糖もだいぶ良くなったし、前みたいにディッキーがエーテリアスの巣で倒れることもないっすよ。おいおい、絡まれたのはこっちだぜ。なんでそっちが腹くくって私たちが悪者みたいになってんだ。バーニス、なんか言ってやって。よし、決めた。一応聞くけど何を？もちろんセルフサービスのおつまみを出すんだよ。ニトロフューヘルだけじゃ心臓が持たないもんね。第1回バーニス杯7日間ぶっ通し飲み放題祭りも盛り上がるよ。おっと、アクセル全開だな。第1回、なんだって？第1回バーニス杯7日間ぶっ通し飲み放題祭り。何それ？あれ、まだ言ってなかったっけ？なかったね。でも大丈夫、今聞いても同じだから。私の分の賞金でいろんなフレーバーの高級ニトロフューエルを買って、郊外のみんなと7日間ぶっ通しで飲み明かすの。どう？みんなきっとすっごくハッピーになれるよ。それは本当か？無料のニトロフューエルとつまみ、兄弟たちも参加していいのか？大丈夫っす兄貴、これは夢じゃないっす。カリュドーンの子バーニスがその口ではっきり約束したっす。そうそう、君も前の奥さんと娘さんを連れてきなよ。娘さんはいくつ？昨日が4歳の誕生日だったんだ。なら、その子のために第20回バーニス杯のチケットをリザーブしとくね。俺は一体なんてことを。あんたの賞金の使い道を花から知ってりゃ、こんな成人、いや金髪の天使から金を奪おうとしてたなんて。
腹が減ってなけりゃ力いっぱいあんたを胴上げしたいくらいだ。いいね、私めっちゃ胴上げされたいよ。次会ったら必ず胴上げしてね、約束。ああ必ず必ずすると思う。それじゃ俺たちは先に失礼するからな。またね。最寄りの出口はあっちにあるってプロ騎士が言ってたよ。パイパー聞いた？私を胴上げしてくれるって。やっぱりみんないい人だね。ちょっとなんて言えばいいかわかんないぜ。プロ騎士は？バーニス、君は本当に自分の賞金100万を全てニトロフューエルパーティーに費やすつもりかい？もちろん、100万ディニーをもらう前からずっとやってみたいって思ってたんだ。みんながきっとハッピーになると思って。あ、もしかして君たちもやりたかった？ニトロフューエルパーティーは開いてもいいけど、バーニス杯ってとこだけいい感じに変えてほしいかな。心配するなって誰も考えてないから。あんたの突拍子もなさと比べたら、私とプロ騎士は超のつく普通だぜ。こっちはやりたいことも金が必要なこともたくさんあるんだって。私たちの金はまず自分の暮らしをマシにするのに使わないと。プロ騎士もそうだろう。プロ騎士、調子はどう？聞かないでくれ。最近いろいろなことがあって全然笑えないんだ。二人とも何があったの？ハエ取り紙にひっついたネズミみたいな雰囲気だよ。100万の賞金を持って帰った時のあの笑顔は？時に大人の笑顔は金と一緒に消えちまうこともあるんで。消えたってもう使っちゃったってこと？税金払っても結構残るよね。
最近アイアンタスクを改造してたのは知ってるけど、ギニーで動くようにしちゃったとか？んーにゃ、けど大体合ってるか。ずーっとアイアンタスクの性能を上げてやりたかったんだ。懐もあったかくなったし、すぐ市場で最高の部品を探し始めたんだけど、その時トラック用のエンジンでいいのがあるって声かけてきたやつがいてさ、まあ出どころはかなりいわくつきな感じだったけど、見せてもらったらこれがえらくべっぴんさんでさ、もう一目惚れだったからいいねで買っちまったんだぜ。あれをアイアンタスクに積んだ後の市場にはバーニスもいただろ。覚えてるよ、あの時のアイアンタスクバイクに負けないくらい速かったよね。3キロ走ったらガス欠になっちゃったのは惜しかったけど、そうじゃなかったら一日中走ってたかったな。そこがな、燃焼効率を犠牲にパワーを出すエンジンだったから、車体と貨物の重さも相まって一番いい燃料を満タンにしてもたったの3キロしか走れないんだ。今アイアンタスクが使ってる燃料は確かにそんな感じだね。3キロか、いっそシャトルバスにジョブチェンジさせちゃう。提案でいい、元のエンジンに戻してやるってのも考えたんだけど、いっぺんハンドル握ってあのかっ飛ぶアイアンタスクを感じちゃったらもう戻れないって。だから市場で燃費を上げる部品を買い漁ったり、1時間1万ディニーも取る専門家に相談して自分なりに改造したりとかいろいろやったけどさ、まあ要するに金を全部使い果たしてもほとんど効果はなかったんだな。まるで不治の病にかかった奥さんを諦めないけなげな旦那さんみたい。感動的なストーリーだね。私の奥さんじゃなくて、私の車は不治の病なんかじゃないぜ。パイパー、こんなの大した気休めにならないだろうけれど、あの賞金僕の方も使い果たしてしまったんだ。え、プロ騎士も？確かに新エリートの税金って郊外と比べたら何倍も高いけどさ、あの小さな車なら改造にかかる費用もたかが知れてるだろう。車の改造はしなかったけれど、それでもお金は残らなくてね。税金は馬鹿げた額だし、未払いの電気代だってあった。その上友達が投資のためにお金を借りに来て。私たちみたいなのが一番に避けなきゃいけないのが投資だぜ。ましてや友達に貸すだなんて。でもまあいい方に考えれば、賞金は消えたわけじゃなくて債権に変わっただけだろ。バーニスみたいに希望を捨てず楽に構えてればいつか帰ってくるかもしれないぜ。また褒められちゃった、サンキュー。そうじゃなくて、いやまあ褒めちゃいるか。今のところ一番いい賞金の使い方をしたのはあんただろうしね。あの金で暮らしを変えるって意気込んでたけど、それが楽しかった時間は一瞬で終わって、副作用みたいに苦労が増えてくんだよな。プロ騎士は投資のリターンで昼も夜もハラハラして、私は私でアイアンタスクの燃費に頭を抱えてる。はぁ、あ、どうしてこんなことに。バーニス、あんたはあの金を使うとき一体どんなことを考えてたんだ？何を考えてたって、特に何も。
というかみんな普段生きててどうしたら変えたいって思うことが見つかるの？やっぱり頭がいいとそういうのも見えてくるのかな。私は今の暮らしですっごくハッピーだよ。欲しいものは全部持ってるもん。燃料にニトロフューエル、それにこの世で最高の友達も。もちろん新しいこともウェルカムだよ。例えばプロキシちゃん、君と友達になれたのはすっごくハッピー。でも君が友達になりたいって思ってくれたのは今の私だよね。だから誰かのために自分を変えるなんてことはしないよ。つまり何が言いたいかっていうと、テンション低いのは分かってるけど、私は二人を引きずってでも依頼をやるよってこと。体を動かせば気分も上がるかもしれないし。分かった、来月の電気代のために頑張るよ。元気を出して。私は超元気だし。優しい若者たちと可愛いお餅よ、どうもありがとう。怪我がなくて何よりだ。当然のことをしたまでだよ。ちょい待ち、私だけか。なんかこのおじいさん、お礼に宝くじをくれる気配がするんだけど。ま
まだ取り出してもいないのに、どうしてわかったのかね。わしがお守りに幸運の宝くじを持っていることを。当たりか。若者の間で流行っているドッキリか。それとも新エリート当局は全員を監視しているのか。わしの判断はやはり間違っていなかった。週末が近づいている。わあ、運命って本当に不思議。まず落ち着こう。私は政府のエージェントじゃないから、隣にいる二人はちょっと保証できないけど。私たち長い付き合いだろう。ちゃんと保証してくれ。わかった。君は初恋の人に似ているから信じよう。さあ若者よ、この宝くじを受け取るがいい。こいつは幸運をもたらしてくれるぞ。ありがとう。これって300万リニーが当たる奇跡の宝くじだったり。300万程度では奇跡とは言えんな。この宝くじを持ち歩いてからというもの、一度も不運にあっとらん。あふれんばかりの幸運のエネルギー、3000万以上の価値があるじゃろ。すごい。3000万もあったら火山を改造してニトロヒューエルの噴水にできちゃうかな。3000万。いやいや、3000万どころか1000万でもあればきっとアイアンタスクをどうにかしてやれるぜ。なぜパイパーまで興奮しているんだ。落ち着いてくれ二人とも。でもこの宝くじからは確かに幸運のエネルギーを感じるよ。あったかくてちょっと手にくっつく感じが。それは幸運のエネルギーなんかじゃないよ。目を覚ますんだバーニス。プロ騎士、考えすぎだって。この3000万はきっと日々に疲れた大人の心の傷を全部癒してくれるぜ。車の中だったらクラクションを鳴らしまくってるとこだ。パイパー、目を覚ましてくれ。君がいくら税金を引かれようと、妄想の中の3000万は手に入らない。私ね、ニトロヒューエルで満たされた火山湖の女神になるの。あなたが落としたのはこっちのクラシックブレンドですか、それともあっちのニュエリストスペシャルですか。アイアンタスク、待ってろよ。私はお前を諦めない。絶対に郊外史上最高のトラックにしてみせるぜ。ほらプロキシちゃん、ぼーっとしてちゃダメ。抽選番組は生で見れなかったけど大丈夫、当選番号は新聞でもわかるからね。私とバーニスは先に新聞を探しに行くけど、奇跡の瞬間は一緒に迎えようぜ。何かいいニュースはある？確かにいいニュースはあるけれど、悪いニュースもある。個人的には
先に悪い方を聞いておくことをお勧めするかな。いや、いいニュースから聞かせてくれ。そろそろ私の人生が上向いてくるって予感があるぜ。私もいいニュースから聞きたいかな。別に今回に限ったことじゃないけど。そうか、わかった。いいニュースはこの宝くじが間違いなく当たっていたことだ。しかも一等賞で賞金は3000万。やっぱりか。やっぱりね。二人とも、言いたくないけれどまだ悪いニュースがあるんだ。この宝くじは去年に発行されたものだ。発行元の規定を確認したところ、換金できる猶予はちょうど1年。じゃあ換金の期限はというと、実は1ヶ月前に切れているんだ。つまり3000万ディニーはもう賞金プールに戻ってしまったのさ。残念。つまりこの3000万ディニーはもう私たちと何の関係もないってこと？おお。でもさ、見方を変えてみようよ。前に当たった300万の特等がもしかしたらこの3000万の一部だったのかもって。おお。どう、パイパー、そう考えたら少しはがっかりがマシになるよね。はは。そうそう、私ハッピーに笑ってるパイパーが一番大好き。笑い声なのか、心の砕けていく音なのか、どちらとも判別のつかない感じだな。とっくに分かってたはずなのにな。世の中そんなにうまくいかないって。結局分かってる気になってただけなんだな。はあ。ごめんよアイアンタスク。元のエンジンを積み直して今までの私たちに戻ろうぜ。どんな冒険も結局エンディングでは日常に戻ってくんだからさ。よくわかんないけど、一つだけ、エンジンを元に戻すのは絶対ダメだよ。私が徹夜で考えた新しい燃料のレシピが無駄になっちゃう。なんて、新しいレシピ？言ってなかったっけ？前回の試運転からずっと私もアイアンタスクの燃費について考えてたんだよ。燃料の問題なら燃料で解決する方が早いと思ったからね。今朝新しいレシピをアイアンタスクで試したんだけど。けど？まあまあって感じ。前のエンジンより 10% くらい燃費が悪くなったし、ちょっとだけいいやつをブレンドしちゃったからコストもその分上がっちゃうけど、アイアンタスクが最高のパフォーマンスを発揮してくれるならパイパーはきっと賛成してくれるでしょ。そうだな。これでアイアンタスクの燃費問題は解決だぜ。わかってるって。今すぐがっつり試乗したいよね。試作の燃料なら多分タンク満タンくらいはあるから。給油してくるね。ちょっと待ってて。本当に不思議なやつだぜ。日常に戻るってエンディングがいいのはさ、多分そこに友達がいるからかもな。バーニスとかプロ騎士みたいな、一晩で大金持ちになってさ人生が変わっても一人ぼっちじゃやだもんな。こういうのも悪くないかも。いやいや、やっぱ一晩で大金持ちになりたい。浪せずして何かを得ようという生き方は自分が辛いだけだからな。穏やかな日常を大切にすべきだ。いつそれが崩れ去るかはわからないからね。ははそいつは道理だぜ。
仮に幸運の女神なんてのがいたとして、私みたいな俗物より身の丈を知ってて純粋なあんたたちの方に微笑むんだろうな。燃料満タン、いけアイアンタスク。じゃあ私たちはそろそろ行くけど、そっちもいいとこで帰れよ。安心しなって、またバーニスがフォローにご老人を助けに行くとか言い出したら、必ずあんたを呼ぶぜ。